えー、今日も y o u r p r a y i n g t h e s n y の、はあはあ、実況プレイ動画ということでちょっと待ってください、はあはあ、あの今日も前回続きをやっていきたいと思ってますはいいよろししくお願いしますあの前回までやったことなかった、はあ、違う道のところにね今日も行きたいと思ってますんでまた一つよろしくお願いしますはあはあ はいということで、えー、今回はですねここからのスタートになりました。ここはですね、えー、最初の分岐、左か右かのドアを右に入り、休憩室に抜けた、休憩室を抜けたところですね。で、えー、ここをもう行ったんじゃないかと、わいわい行ったんじゃないかと言われそうなんですが、まあ、これっすぐ行った道、まあ、何か逃してるかもしれないけど、1回行きました。でこう左に行って、メンテナンスセクションというところにも確か行ったはずです。ただ、こっから左に入って、会議室に行っ しまうとねだから正義ルートに戻るとねまた違った見え方があるんじゃないかと思ったんでちょっとこっち行ってみましょう今回はねそして彼は回り道の末メンテナンスセクションを素通りしまっすぐ向こう側のドアへ進んで順路に戻りましたそうですねこれ何かあったかなまだ分岐これなかったと思うねんけどなまあちょっとまだわからないんですけど今回はねこっち行ってみたいと思います で、ここで会議室に戻れば何か違ったあれ変わらないかなそれでも誰一人としてここにはいない疑惑の波を感じてサンディは上司のオフィスへ行ったんですよねあ、そっか何も変わらんのかであればね実はもう一個分岐があって階段があったと思うんですよこの先にその階段のとこちょっと行ってみようかなと思うんですけどあ、ここはそいや。 これはこの掃除用具入れはうん。つまりは掃除用具入れに足を踏み込み入れました。入れましたしかし、ここには何もありません。彼は振り返って通路へ戻りました。これ前にこれ見たんやけど、えっと、本当にまだ掃除用具入れにいるつもりなんですか何もしないでずっとなんで何らかの説明を提示してください。私は本当に困惑しています。え、ま 何もないとは思うけど、なんかそう言われたら、お前、なんか俺も痛くなるやんけ、本当にそこには何もないということはもう分かったでしょ。もし私が、スタンリーは掃除用具、異例を無視して通り過ぎましたとでも言えば、少なくとも何か、ないか探索、えしかし、この棚は本当に全く今回の話には重要ではないので、そんなことを言う必要すらありませんでした。いやなんか、お前、怪しいな、なんか。いや、いやなんかお前、言えば言うほど怪しいのなんか。 おなんかあるんちゃうか、この掃除。たぶん君にとってはこれは分岐の一種がないかなと思ってるんでしょうね。友人にこのことを話すとき、君はこう話すんでしょうね。なあ、お前も掃除用具入れエンドを見たかあれ俺大好きなんだよ。君のお友達が関心を持つといいですね。初めて出てきたぞ、なんか紫の字なんか。何、掃除用具入れエンドってあんのそれ。書くかこれ。書くかこれ。 サンリーはデブで醜くて正真正銘のバカ野郎だったこの仕事も家族のコネがあったから手に入ったそれだけ金はまぬけそれか麻薬販売のお金で入社したサンリーは麻薬と売春不中毒だ 何やねん喧嘩を売ってんのかお前 <laughs> えっと私は今起こってることについて明らかな結論を導き出すことができましたあなたは死んでいます死んでいますあなたの自由府入れに到着したちょっと探索口何もなかったのでそこを離れようとした時何らかの病気があなたの中核神経を破壊しキーボードの前に崩れ落ちた<笑><笑>えっとこういう時は自分の体が腐り出す前に近所の人に伝えておくのが正しいんでしょうね、うん、動いてるやんけって 失礼なことばっか言うのお前生きとるよって生きてますよって喋ってますやんかお前よ喋んのなあ死んでへんって言うてるやろうなあ分からんかなお前はどないしたらええかこうしたらええかほんなら何やこうクリックしまくったらええか動いとるやろうって あれ何も言わなくなりましたね。まあなんか最後は大体私が死んだから他の人がもしパソコンに来たら広間に出てくださいと。ここから出てくださいってことを言ってると思うんですけど。<laughs> なんかこいつ怪しいからな。えどうしようめっちゃ迷うねんけど。いやまあ俺別階段の分岐が見たいだけやから別にこんなところで。逆に出て。 やろやお2人目のプレイヤーさん君が初めてくれて嬉しいですよ前の人は最悪でしたが君は間違いなくそれよりはマシでしょうって言わして入るっていう <laughs> <laughs> お前もか信じられない私はこのダメな種族のナスがママにされてしまっているようだどっか代わりに操作してくれるサルはいないですか魚でも菌類でもいいですよお前かいことは言いません私は好き嫌いなんてあんまりないから私はもう君が物語に再び戻る準備ができるのをただ待つことにします 何これもう一回出てみようかな、じゃあ。意地悪してみようかな、おじさんに。一回 <laughs> 出てみようかな。あれ <laughs> 骨が入ったらどうなる <laughs> あれおじさんもう。<laughs> あれちょっと次のとこまで行かなかんちょっと。軽くこっちまで行かなかん <laughs> いや、でもあこ入ったら閉まるからな。<laughs> ああ、なるほどね。二回目までなんかな <laughs> っていう気もするね。それとも、ちょっともっと意地悪してみる <laughs> だから、ここ <laughs>、<laughs> 行くやんか。 こっちまでいくやんかなんかもう一回喋りだすやんかおじさんが喋りだせんうわなんかあか変なったマジかこうなったら階段下に行ったらよかったよなちょもう一回俺もちょごめんもう一回やってみていい同じことはいもう一回ここまで来ましたけどほほ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 ほ <laughs> あ、いやいやいや,いやこの邪魔にはもう参加しませんから君を励ましたりもしません何も言いませんどうぞ心いくまでこの部屋をお楽しみください私はただ待ち続けますから何 <laughs> <laughs> <に>これ <laughs> 一回やり直すまで高慮の上ってことどうぞごゆっくりやってえ俺どうしたらいいのこれ何もすることがないねんやけどこれでじーって <laughs> こうやって行ってからさ赤かへんのか <laughs> あれ ちょっと待って、これもう一回やり直しいいあれなんか言うたびもしかして変わるこれ行くたび変わるとかちゃうなんかちょっと待って、<laughs> ちょっと待って <noise> 入れへんなってんだけど <laughs> え、なんなん、ちょっと入れさせろよ <laughs> <laughs> なんやねん、これ。いや、ちゃうやん、ちゃうやん。何回か来たらそうなるっていう、あれじゃないのもう、入れさすこともせえへんの。わかりました。じゃあ、ここはもう、何もないのね。本当に何もないってことね。ありがとうおじさん。いや、それ好きやねその姿勢好きやねで,で、まあ、今回は、この下に行ってみたいなって思うんですよ。行ったことないから。これどうでしょう。なんか違うとこに繋がってんのかなもしかして。違うかな 前行っったとところに繋がってるとかそんなんないないかいやすごいなあんななんかお茶目なお遊びみたいなやり直しやり直しやったもんねあれ86超えてあるぞしかしスタンリーにはそれができなかった彼は上司に出くわす可能性を考えました勤務時間中に仕事場を離れているのを見つかればクビになるかもしれないと思ったんですこの競争社会でそんなリスクを冒す必要があるだろうか まあもうみんな消えてしまったなどと信じてくれるだろうか、きっと上司は彼が狂ったと考えるでしょう。そしてその時スタンリーは何か思いついた。きっと彼はこう考えた。きっと私は狂ってるんだ。一瞬で同僚がみんな消える理由なんてそれしかないじゃないかと。うーん、だから下に来たと言ってるんですか何もかもが非論理的だ。スタンリーはあれこれ考えるうちに奇妙なことに気がついた。 例えば、どうして足元を見下ろしても自分の足が見えないのか、どうして彼が通ったドアは背後で勝手に閉まるのか、もう言われてみれば。そう考えてみると、この部屋たちも実に似通っているように思えてきた。この部屋は繰り返しになっているんだろう。いや、違う、3人は自分に言い聞かせた。こんなのおかしすぎる。これは現実じゃない。そして彼はついに結論がどの先まで出かかりましたが、それを表現するいい言葉が見つかりませんでした。夢。 そうだ夢を見ている彼は叫び出しました。これは全部夢なんだ。答えを知って、すべてに合点が入って、スタンリーはどれだけ安堵したことでしょう。同僚たちは本当は警察などいないし、彼もく仕事をクビにはなっていない。全く狂っなどいなかったのです。 うん、そして彼はこう考えましたきっと私はすぐ夢から覚めるだろうボタンを押すだけの退屈な現実の日常へ戻るんだ意識がはっきりしているうちにこの夢を楽しんだ方がいいかもしれないまあ、夢とすればねそれから彼は空を飛ぶ自分をゆっくりと地面から浮ャッチましたそれから彼は自分が魔法のような星空の空間を飛び回る姿を想像しましたするとそれも実際に現れたサニーはとても愉快でしたと同時に彼は自分がまだ目覚めていないことを不思議に思ったなぜ自分はこんなに意識があっ そそしてておらくは彼彼にとっっ最大のの疑問が彼の頭をよぎったなぜもっと早く自分に問いかけなかったのだろうと驚くほどの疑問が。夢なこれどうして私のやることや考えることを指示する声が頭の中に響いているんだおじさんのことか今まさにその声はスタンリーが考えていることを説明していて彼はとても気持ち悪く感じたその声が私の考えをどうやって説明しているのかということを考えていることすらさらに説明する声の夢を見ていると彼は考えた。 彼はこの夢を奇妙に思い、この声がすべての夢の中にいる人々に語りかけているのではないかと心配していましたが、もちろんこれは夢ではないというのは真実ですよ。スタンリーは自分を騙しているのでしょうか。寝ているなら自分は責任を取る必要がないとそう信じているのでしょうか。スタンリーは今までの人生と同様、今この時点でも目覚めているのです。 聞こえてくる声がこんなことを喋っていて、スタリーに言はとてもショックでした。結局、彼は間違いなく疑いの余地もないほどにこれが夢だと思いました。絶対に夢だともいました。でももうわからん、もう7割飛んでったわ、お前話長いねん、とにかく。 もうちょいミジしてしゃべれ彼は証明しようとしました。彼はこれは夢で自分がコントロールされていることを証明しようとしたのです。彼はそっと目を閉じて、目覚めようとしました。うん。肌には毛布の冷たい重みを感じし背中にはマットレスの弾力を感じ。うん、まあ夢やったらえ,えもんね。夢やったら丸く収まるわな。うん。外の世界の新鮮な空気を感じて、さあ起こしてくれ。彼は願いました。 うん絶対夢やった早く終わってくれ。もうこの夢にはうんざりだ。さあ仕事に戻ろう。ボタンを押し続けることにしよう。頼む。それが私の望むすべてだ、うん。私が欲しいのは自分のアパートとそこにいる妻と。それから仕事だけだ。私が望むのはそんないつも通りのものだけなんだ。私の人生は普通で、私も至って普通だ。すべてが良くなっていくさ。 私は、まともだえ、冷めてへんで、ね、スタンリーは叫び始めました誰か私の目を覚ましてください私の名前はスタンリーです私には上司がいます私にはオフィスがあります私は、現実です誰でもいい、私が実在していると言ってください私は現実です、私は現実です,実ですあ、回ってるここなになになに そして全ては暗闇の中へと消えていったこれはマリエラという女性の物語です <laughs> お前違うじ始まったぞ <laughs> 誰やねんマリエラってお前一日はいつも通り始めました起きて着替えてあれ手荷物を持って仕事へと向かいますしかしこの日に限って邪魔が入りましたふらふらとよろめきながらさまよっていた男がさかび声を上げながら歩道に崩れ落ちたのですほう 彼女はすぐに救急車を呼びに行くこともできたでしょうしかし僕わずかにほんの一瞬だけ彼女はその奇妙な男について思案してみました彼は明らかに狂っているそれだけは彼女にも分かります誰だって狂った人間というものがどのように見えるかは知っているそしてその瞬間彼女は自分が普通であることが果てしない幸運なのだと思いました私はまともだ私は自分の考えをコントロールすることができる何が現実で何がそうでないのか分かっている そう考えると少し元気が出てきましたある意味でその男を見るのは気分がいいしかしその時彼女は今日のミーティングの予定を思い出しました相手は彼女のこれからのキャリア言い換えれば彼女の残りの人生すべてに多大な影響を与えるであろう非常に重要な人々ですそう彼女にはこんなことをしている時間はなかった彼女はほんの一瞬だけ立ち止まりその死体を漁免そして振り返って走り出した 何か狂っっててたエンドってことさあ、では今日はですねもう一個を見て回りたいなと思います。で、それが何かと言いますとあの実はもう一個気づいてる点がございまして。 えー、この会議室とか全部抜けた後ね、階段上に上がって上司のオフィスに行きます、で、えー、上司のオフィスに行った後に2845かなんかね、ねあ、これ、リセットしたんですけどね、ゲームね、2845かなんかキーパッド打ち込んで、ほんで、なんか右側の壁が開いてっていう後に、なんか脱出するっていう道があったと思うんですよ、そこに行きたいなと思います。 ここですね、なんかここら辺が開くんですよねだから確か2845やったと思うんだけど2845これ多分開くと思うんですよねそうですよねそううそうそうたえちっえちゃうえちゃうかっけなあこれや何人はナレーターが話を終わるの1秒たりとも待つと言わぬばかりに可能な限り早く物語を進めようとしましたホ <laughs> のような感情は健康的ではありませんだから彼は少しの間穏やかな ニューエイジいらんてニューエイジミュージックっていらんて早開けろてお前話の途中でお前腰を女てなんやね <laughs> 穏やかで元気が湧く感覚スタンリーはいたドアへ静かに進み出しましたしやすやそれでええねいやこの先にあの…脱出するね道があったと思うからこれ,これロードするんやっけど確かな よっしゃ、いました。これ、降りてきて、で、ここにね、建物のなんか看板みたいな、そう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 、そうここよ、問題は。エスケープこのマインドコントロール施設に行かないっていう。これちょっと行ってみましょうか。ね。この通路にはエスケープと書かれていました。実のところ、この奥で待ち構えているのは、スタンリーの非常な死なのですが。え そんなん言われたらお前なんかえ生きたなどうなるやんけお前エスケープやねんからえどうしようかえ、帰った方がいいんかないやいやまあ一回行ってみるか彼の背後のドアは閉じられていませんでしたまだスタンリーには回り右して引き返しやり直すチャンスがありましたでそんなん言われたお前え、死ぬっていう お前そんなんさそうやってお前戻そうとしてんちゃうんけおじさん絶対せやわ絶対そう。ただ言い返したいだけあのなんかお前無数のモニターみたいなやつ見せただけやろお前どうせこの時点でスタンリーは喜び遺産で自らの死へと向かっていきましたほんまにあなんかいた何ここ下に行くのああ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  ええなに着地できたってことおおすごい高さやったと思うんだなに何何これえ機械が音を立てて動き出すと彼は死に向かって少しずつ少しずつ近づいていったまるでそれは彼の全く意味のない人生を反映しているようですサンリーは真相を知ることはできませんでした彼は本当の物語を失らずにこの世界の何たるかについて永遠に狭い視野にとらわれたままでしたたぶん彼の死はあこれ潰されるってことえっウセやん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  彼は諦め、喜んで受けることにしました。その、うん、おっと、止まった。でちょっと待って、俺、ほんまにそこ潰通されんのジャンプとかできひん。うわ、マジまマジで。うわっえフェアウェルスタンリー。 さよなら、スタンリー。そう、ナレーターは叫び、スタンリーはどうしようもなく無力な状態で巨大な金属製のジョーズへと導かれた。一人の人間を内臓を瞬間的に機械が体内のすべての骨を砕いたと同時に、スタンリーは意識を失いました。そしてすぐに彼を殺しました。はあ。ん何やねん、これ。おい、どないしたイんやって。何も死んだってことでいいの今俺じゃあ。死にましたよーっていうこと <laughs> か書いてんねんけど。Stanley b e l o r やん。しかしまた、ほんの数分でスタンリーはゲームをリスタートし、愛も変わらず生き返って自分のオフィスに戻ってくるでしょう,う。なれたは一体何を成し遂げると考えているのでしょうかう。ていくのえー、何死んだ え,えあなたが歩くことができるすべての経路があらかじめあなたのために作られてあるなら死は意味をなくしますし生きることも同様になりますこれで分かりましたかスタンリーが開始した瞬間からすでに死んでいたことがあなたに分かりますかしえ死んでいたことが何気持ち的になえ何これえっ何これ管理されてんのこれえオフィスちゃいますんこれオフィス模型じゃんこれ。 ほら、レイアウトって書いてるやん。何これ踊らされてたみたいなことじゃなくて管理されてるってことこれはスタンリーコンピューターって書いてる。スタンリーコンピューターんえ俺機械とかそういうことオフィスコンピューターじゃん。あ、ソリティアのやつや。あっ消せるこれ。あ、こっちか ?1 番、2番、3番ってあるね。これかザ・オフィスって書いてる。あ これメンテナンスルームやん。ね、メンテナンスセクションのやつや。んなんかいっぱい行けるとこあんねんけど。これはワーゾーン。ん戦争っていうことへえ、ちょっとまぁ英語がわからへんからね、全部何書いてあるのかわからへんけどね。あ、なんか書いてある、ここに。へえ。これなんて書いてあるあ、ナレーター E メールやって。ナレーターの E メールなんや、これ。へぇ。 ちょっと読めへんからね。わからへんもんで、申し訳ないんですけど。この部屋は何なんほんで。これはザ・アパートメントタイマー。アパートメントタイマーアパートメントタイアパートメントって、え、そんな行ったことないよな、俺。なんかいっぱいあるぞ。なんか俺に用意されているすべてのシチュエーションの、なんて書いてるゼンディングモデル。すべてのあれよな、多分な。そういう、 なんていうのフィギュアじゃないけどまあ、こういう風なゲームにしようぜみたいなそういうのが決められてる場所というかスタジオというかモニタールームエレベーターあエレベーターかまあ、全部見回りましたけどなんかいろんなシチュエーションのね絵とかこういうモデルみたいなものがあってねうんまあ、それ楽しませてもらいました見たこともないんでね全部見てないんで <laughs> あ あああああこの二人を見てください。どれだけお互いを破壊することを望んでいるか、どれだけお互いを支配したがっているか、どれだけ二人とも自由になりたいと望んでいるのでしょうか。二人二人って何,何かえっオフえあっあ 見えますか彼がどれほどお互いを必要としているのかが。いや、おそらくできません。時にはこれらのものすら見ることができないでしょう。 どういういことしかし私に耳をか預けてください傾けてくださいあなたはまた2人とも救うことができます両方とも失敗する SK 武器を押してそしてクエイッを押してくださいこのゲームに勝つためには他に方法がないあなたは前進する限り他の誰かを歩んだ道はあることになるのです今すぐ止まってくださいそしてあなたはその唯一の真実の選択になるでしょうちょ、うん、待っえっ何俺これえクイットつメニューにすればいいの え、なんかよく分からへんけどさ全然物語が見えてこへんこれえ、まあちょっと一個ほっと見てみていい、うん、うわえむっちゃ長ない暗黒むっちゃ長ない え何もで、ええ,何え、これ終わりあ <laughs> こういう終わりな <laughs> え俺こう戻るしかないのこういうとえほんまになんも動かせへんこれあなんも動かせへんわえこっちじゃないのよなこっちなんよなもうこうしますかじゃあえめっちゃ普通 さあ、とということで、えー、今回のザ・スタンリー・プラボウはいかがだったでしょうかね、いつになったらちゃんと発音できるんかなと思ってるんですけど、あの、このプラボウのこのゲームのね、今回のエディングはね、ちょっとごめんなさい、分からなかったんでね、あの、編集しながら見ました。 で、えー、ともう理解できたって言えるかどうかわからないですけど今回、私はねすごい深いなと思ったのよねでそれはね私がゲーム実況者だからなんですけど今回のエンディングっていうのは前回までのエンディングとはちょっと違って前回までは自由を勝ち取るみたいなそんな感じの話やと思うのよで、まあ、あのこのゲームって本来さナレーションというか、まあ、ゲーム動かす、まあ、ゲーム制作者でええわゲーム制作者のおじさんと、まあ、スタンリーっていう俺がおるわけや。 で、おじさんが私を導いていって、見せたいエンディングを見せようとすんねんけど、俺がそれから抗うっていうゲームやねん。それが面白いっていうことなんですよね。俺は自由を得たいで。向こうはでも、それをなんていうんだよ管理したいのよ。全部を。やっぱ支配したい。導きたいのよ。っていう、その兼ね合いが面白いゲームじゃないですか。このゲームって。で、まあ、その中でね、あの今回が出てきたエンディングっていうのは、なんかその形を、全部を見せられた。 気がすするんですよ別になんか人生からの自由とかそういう話じゃなくてこのゲームってこういうもんやでっていうなんか答えを見せられた気がしたあの途中でなんか一回死にかけてねそのなんか横からこうバシャンみたいになる感じのやつで死にかける時にザ・ワールドになったわけじゃないですかほんで死にましたみたいにな,なってポトって下に落ちたよねあの道に行くまでにおじさんはあの道行くな行くな言うたんですよでも俺は「いやまええや行こうや行こうや」言うて行ったほんで結局死んだと いう、まあ、感じやったと思うんですよね。おじさんから抗った私の自由を私は求めたわけですよ。ほんで、その先にあったモデルとかレイアウトっていうのは、まあ、あれゲームの多分ね、もう全体像やと思うのよ。だゲームってこうやってこの、こんな感じでゲームっていう、もうス,ストーリーとかシナリオが全部お前に用意されてんねんでっていうのを俺、見せられた気がしたのよね。まあ、後々に編集してやけどね。で、最後におばちゃんが言うた言葉ね。 ナレーショその時分からへんかったけど、多分2人って、あのナレーションのおじさん、制作者と俺、スタンリー、俺のことやと思うの。2人は、どっちも自由を欲しがってると、だからおじさんは支配したい、俺はあらがいたい、でもお互い必要としてんねよ、だってゲームを作ってんのとゲームをしてる人やから。 どっちも必要としてんのよ。やねんけど、この関係っていうのは成り立たないじゃない、そうなってくると、だからもっと信頼しないと成り立たないじゃない、互いにっていう話なんですよね。あなたがもし本当の自由を勝ち得たいならね、おばちゃんは、多分この二人を生かすっていう言い方してましたけど、本当にあなたたちの自由っていうか、あなたたちを生かすためには、まあ、もうこのゲームをやめるしかないよねっていうんですよあ。あなたたちがもっとその信頼し合ってね、おじさんと。 おじさんの言うように進んでみることも時には必要やし、ゲーム制作者として、ゲームプレイヤーとして、互いに信頼し合うことが必要なんだよ。ね、そういうなんかねあの、一つ教訓というかね、何か学んだものがあった気が私はしたんですね。だからすっげえ今までと違うエンディングで、俺はもうすごい面白いなと思ったら、まあ、全然勘違いかもしれないけどねあの、思った深いエンディングだったように思いますね。 まあやっぱりね、そのこれこれ、もう何年もね、やってきてる、もう実況界の足利義満としてはですね、うーん、やっぱ考えることも多かったし、このゲーム、やっぱりね、あれでまあ,まあ死にました、言いて、またリスタート、リスタートしてもね、結局、人が歩んだ道ですよ、だから、もうそれ本当に自由が欲しいならやめればいいじゃないっていう、突き放すようなゲーム、初めてやったからね。 でねあの話変わるんですけど、えー、とこのゲームに関してのエンディング結構コメントいただいておりますただあの見ちゃうとねごめんなさいどうしてもネタバレになる可能性があるんですよだからあの要所要所しか本当に見てませんただあの調べてねあのエンディング見てほしいななんていうコメントもいっぱいあったりして私としてはね一旦自分で分岐を見つけてみようと思って ていますで今まだ思いつくところがあるので、えー、何点かそのエンディング自分が思う分岐をやってみてもしそれでもう全部自分出し尽くしたと思ったらあの調べてでも全部のエンディングを見ようと思っています、まあ、結構面白い本当にメッセージ強いゲームですからねなんでもうちょっとだけシリーズは続くかなと思うんですけれども、まあ、見たことある方もねいらっしゃると思いますしナレーションに声かぶって聞きにくいかとは思いますけれどももしご興味ございましたらまたて見ていただければと思います と言いますことで本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございましたお疲れ様です